全国2万4千人のシミュレーターファンの皆さんこんばんは。世界の穏やかじゃないシミュレーターをプレイする、シムカツ。今回ご紹介するのは、カーリングを体験できる、カーリング2012、です。デベロッパーは、アクタロジック。パブリッシャーは、UIG。パブリッシャーは、UIG。となっています。誰もが認める、シム界最強ユニット。数多くのシミュレーターを世に送り出してきたパブリッシャー。UIG。それらを生み出してきたデベロッパー。アクタロジック。その開発力を支えてきたゲームエンジン。インソムニア。そう、この作品はそんな彼らと直接対決ができる、夢のようなシミュレーターなのです。シムカツおじさん最後の戦いが、今、始まります。基本的なカーリングのルールを説明します。ハウスと呼ばれる円をめがけて、両チームが交互にストーンを滑らせます。ホックラインからバックラインまでの間に止まったストーンは有効。それ以外の範囲やサイドラインに接触したストーンは失格となります。両チームが投げ終えた時点で、ハウス内のストーンがより中心に近いチームに点が入ります。ハウスの中心から、負けたチームの中心に近いストーンまでの間にあるストーンの数が、勝ったチームの得点になります。例えばこの場合は、中心に近い順にナンバーワンが赤、ナンバーツーが黄色なので、赤チームに1点が入ります。通常は、両チーム8投ずつを1エンドとして10エンド勝負するのですが、ワンゲームのプレイ時間が2時間を超えてしまいます。そこで今回は、1エンド6投ずつ、4エンド勝負のショートルールで対決します。また、慣れてしまえば正確な投球ができるマニュアルモードではなく、ワンボタンで投げられるもののブレが大きいシンプルエイミングを使います。さあ、ついに世紀の一戦が始まりました。第1エンドは UIG チームが先行、シムカツチームが後攻です。UIG チームは1投目にセンターガードを選択。シムカツチームはコーナーガードを選ぶ、オーソドックスな戦型でスタート。もう一つ重要なルールとして、フリーガードゾーンルール、があります。このルールは、お互いに投ずつ投げ終わるまでは、このゾーンにあるストーンをアウトにしてはいけないというものです。アウトになった場合、当てたストーンは失格となり、当てられたストーンは元の位置に戻されます。ただし当てたストーンをアウトにしなければ問題ありません。UIG チームは2投目にカムアラウンドでハウスの中心を狙ってきました。結果ハウスには入ったものの、ガードストーンに当てて狙いがずれました。このようにセンターガードはハウスの中心を狙う妨げになりますが、
フリーガードゾーンルールがあるためまだ除去できません。そこでシムカツチームはヒットアンドロールでジストーンを中心に運びます。残念ながらアウトは取れませんでしたが、まずまずの展開です。少し戻ってカムアラウンドが成功していた場合を考えてみましょう。シムカツチームの2投目は同様の軌道でヒット&ステイ。もしダブルガードでさらにハウス中央を狙いにくくしてきた場合はドローレイズで回り込みます。このように1投1投に意味があり、先の展開を読む必要があることから、カーリングは氷上のチェスとも呼ばれています。当然、すべての投球を完璧にコントロールできるわけではありません。どう立て直すか考える面白さ、難しいショットを決めた喜びが、このスポーツの醍醐味です。シムカツチームの6投目、これが第1エンドのラストストーンです。幸先よく、2点を先制しました。前のエンドで得点したチームが先行になります。カーリングにおいては、後攻が圧倒的に有利です。先行のストーンを弾き続け、ラストストーンでハウスの中心を取れば、少なくとも1点は取れるわけです。しかし1点でも取ると、次のエンドで相手チームが後攻になります。つまり、後攻で得点するなら2点以上を狙わないと点差が開きません。UIG チームの5投目。ダブルテイクアウトを狙うも、大きく逸れるミスショット。すかさずシムカツチームはハウス端を狙うものの、ややショート。直前のショートを見てしまったためか、UIG チームはラストストーンでドローではなくダブルテイクアウトを狙ってきましたが、これはさすがに難しい。結果、シムカツチームの連続得点になりました。第3エンド、先行であるシムカツチームの取るべき作戦は一つです。中央にストーンを集めてスティールを狙いつつ、もし得点されても最小失点で抑える展開。次がラストのエンドなので、仮にここで1点取られても、後攻の権利を握った第4エンドでは有利に進められるという計算です。UIG チームのラストストーン、これがガードの隙をついたスーパーショット。意地の1点を奪い返します。シムカツおじさんになって、
本当に良かった。シム活を始めた時から、ずっと願っていました。私がシミュレーターをプレイすることで、一人でも多くの人に、穏やかじゃない気持ちになってほしいと。そして今、こんなにもたくさんの人たちが、私の動画で笑顔になってくれた。それが、何よりも嬉しくって。シム、カツ、シム、カツ。最高の舞台で、最高のライバルと、最高に熱いシムカツをする。私の夢が今日、叶いました。でも、シミュレーターというジャンルは終わりません。まだまだ盛り上がっていきます。全国2万4000人のシミュレーターファンの皆さんの笑顔がある限り、シム活は永遠に不滅です。俺たちの熱いシミュレーター活動。シム活は、始まったばかりだ。ちなみに。2時間かけて10エンド勝負のノーマルモードもプレイしてみたところ。圧勝しました。そんな弱いはずがないと、もう一度2時間かけてプレイしてみたところ。圧勝しました。皆さんも知っている通り、シム活おじさんが海外へ行きました。そしてもう一組、UIG を離れたチームがいます。UIG を去ったのは、アクタロジックです。アクタロジックは、UIG とは別の道を行くことを選びました。